秀吉の名軍師竹中半兵衛の子孫はその後どうなった？歴史の細道、案内人の沙織です。今回は竹中半兵衛の子孫のその後について紹介していこうと思います。豊臣秀吉の天下統一は自身の才覚もさることながら優秀な部下に恵まれた点も大きかったことでしょう。人たらしと呼ばれる抜群のコミュニケーション能力がそうさせたと考えることもできますが、特にその力を発揮したのが黒田官兵衛。軍師として秀吉を支えましたが、その官兵衛と両兵衛と称されているのが竹中半兵衛です。残念ながら1579年に亡くなってしまったので、秀吉の天下統一を見ることはなかったものの、秀吉躍進を支えた一人だと考えてよいでしょう。しかしそんな半兵衛の息子に関してはこれといって目立った声が聞こえてきません。そこで今回は竹中半兵衛の子孫に迫ってみました。息子は重門。竹中半兵衛には息子がいました。1573年に生まれた重門は幼くして父を亡くしますが、父である半兵衛のいとこである竹中重利の貢献を受けて秀吉に仕えました。小牧長久手の戦いには11歳ながらにして出陣。その後小田原征伐や文禄、慶長の役にも参戦しています。関ヶ原の戦いではもともと西軍側についていたものの、井伊直政の導きによって東軍側に。居城である菩提山城を家康に提供し、関ヶ原本戦では幼なじみでもある黒田長政と力を合わせる形で奮戦し、戦後は伊吹山に潜んでいた小西行長を捕獲するなど勲功を重ねました。徳川の時代になると大名ではなく旗本として大阪の陣にも参加。その後1631年に江戸で亡くなっています。そんな重門の息子ですが、諸子であった重次は長政との縁から黒田家に重臣として仕えることになったようです。宗家に関しては江戸幕府の交代寄合として幕末を迎え、その子孫は岐阜県の県会議員も務めたようです。優遇されていた半兵衛の子孫たち。竹中氏の石高はおよそ6000石、つまり大名ではなく旗本でした。しかしながら交代寄合として大名同様参勤交代を行っていました。この点に関してはやはりそれなりの功績のあった家だからなのではないかとささやかれていますが、一方で6000石という石高での参勤交代は大きな負担になったので、名誉ではあっても内情は苦しいものだったのではないかとの声もあります。なぜ大名になれなかったのか。この点に関しては半兵衛の息子である重門の才覚よりもタイミングの問題が大きいのではないかとささやかれています。というのも重門は1573年に生まれます。しかしそれ以上に不運だったのが、父親である半兵衛が1579年に播磨の三木城の包囲中に病没。ここで不幸だったのが、半兵衛の才覚がいかに優れているとしても、この時点ではまだ秀吉は織田家家臣、つまり半兵衛は秀吉の家臣ではなく織田家の家臣として秀吉に付き従っていた立場です。この点が黒田官兵衛との大きな違いです。黒田官兵衛は秀吉が天下統一するまで存命でした。むしろ秀吉よりも長生きしているほど、つまり秀吉が天下人となり日本という国を思いのままにできる時まで生きています。本人としては不本意だったでしょうが、九州に領地をもらい大名となりました。しかし半兵衛に関しては大名になる前に亡くなってしまっています。そのため息子である重門は大名の息子ではなく、いくら才覚に優れている半兵衛だったとはいえ家臣の息子でしかなかったのです。秀吉としても半兵衛への気持ちがあったことでしょう。
だからこそ美濃に五千石を授けてはいるのですが、領土をもらった1589年の時点で重門は16歳、なかなか思うような軍功を稼ぐことはできなかったでしょう。もしもですが、半兵衛がもっと長生きしていれば、当然官兵衛程度の領土はもらえたことでしょう。その場合、重門はそれなりの領土を持った大名の息子として関ヶ原に参戦していたことでしょうし、半兵衛が生きていてまた違った結果になったかもしれませんが、現実的には関ヶ原の時点で重門の石高は美濃の五千石と文禄、慶長の役での勲功で加増された千石を加えた6000石程度。これでは多くの兵士を動員できませんし、関ヶ原本戦に参戦していたとはいえ大名化は難しく、江戸時代には旗本、皇太寄合として家を続けていくことになります。幕末にその名前が再び聞かれる。竹中氏は江戸時代問題を起こすこともなければ、逆に何かを残すといったこともなく家が続きました。しかし幕末になると大きくクローズアップされます。徳川打倒を掲げた薩長がついに軍事行動を起こします。いわゆる戊辰戦争ですが、その口火を切ったのが伏見鳥羽の戦い。実はこの時、幕府側の陸軍奉行として軍を率いたのが当時の竹中氏の当主である竹中重方です。重方は長州征伐や天狗党征伐でも活躍しました。鳥羽伏見の戦いの後には罷免されてしまい、官位も剥奪されてしまいました。しかし彰義隊の支部隊として奮戦すると、蝦夷共和国では海陸裁判所頭取に。それなりに頼りにされていたことがうかがえるのですが、函館戦争前に養父の説得もあり投降しました。領地は没収され、福岡藩預かりの後に北海道に入植。1891年、明治24年まで行きました。その重方には3人の娘がいたのですが、その一人鶴が人形制作を始めます。当初は内職程度のものだったようですが、その技術が受け継がれ、人形作りにて生計を立てるに至ったとか。ちなみにその屋号は鶴屋半兵衛。鶴と半兵衛双方の名前を取り入れた屋号で、現代においても人形作りを行っています。重門の後見人は、竹中半兵衛の息子である重門の後見人は半兵衛のいとこである竹中重利ですが、1594年に豊後高田にて1万3000石を加増され大名となりました。文禄、慶長の役では先手衆戦目付6人衆の一人となったり、守護伊賀伊豆の守に叙任されるなど、それなりの地位を得ていたようですし、秀吉が亡くなった際には遺物義満の刀を受領したほど。関ヶ原の戦いではその恩義からか、当初は西軍についていたものの、黒田官兵衛の誘いにより東軍に転向、所領を安堵されました。そして豊後府内2万石に加増添付されると、現在の大分市の基礎を築いたとされています。1615年に亡くなると長男の竹中重義が後を継ぎます。重義は土井利勝からの推挙で長崎奉行に着任するなど、それなりの信任を得ていたのでしょう。しかしこれが運命を左右することになります。というのも、後に江戸幕府は鎖国令を発令すると、重義は密貿易などの職務上の不正を疑われ、それが事実として認められることとなり処罰されてしまいます。改易されただけではなく、自身と嫡子が切腹。他の一族は隠岐に流罪となり、府内藩の竹中氏はここで断絶となってしまいました。まとめ。竹中半兵衛は側室を持たず、正室のみで息子が一人しかいませんでした。しかしその一人が現代社会に続く竹中氏の基礎を築くことになりましたので、
運が良かったということなのでしょう。もしもですが、もう少し半兵衛が仲生きしていればまた違った運命になっていたかもしれませんが、いずれにせよ秀吉の片腕としてその知略を発揮した半兵衛の子孫が幕末には新政府軍と戦い、かつ現代社会まで子孫を残しているとは驚きです。半兵衛以降、お世辞にも知名度が高いとは言えない竹中氏ではありますが、子孫を現代まで残したという点においては他の有名大名よりも時代の機微を見極めていたは大げさでしょうか。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。